ちょっと待ってください。タイトルを付け間違えた。もうタイトルを更新します。し忘れた。ちょっと待って。少々お待ちください。少々お待ちください。タイトル変わりましたかね。ディスク一応変えとくことができる。はい、こんばんは。はい、カズニー、カズニーということでね、今ちょっとカズニーがあのコードが絡まってるのが気になってどうしてもほどきたいということでほどいてくれてますけど明日ブレイブルーゴッツということで、今日はカミちゃん、カズノコによる見どころを語っていただいたり、ちょっと待った、マイク入ってない、そっち、はい、喋って見どころ、あ、ちょっと音量が、ちょっと見よう、なちょっと、この前これ使って、あそれで刺して、しかも足でこんな支えて使用マイクに使ってたんです。これをこ声のバランス大丈夫かな、カミちゃん、はい、どうすか、ソーシャン見習いみたいなことになってるんですけど、ソーシャン見習い、ブレブルの、あ、ブレブルのブレブルのソーシャン見習いってなってる。まあそういう感じで進めていただけると見習いいろいろと今後のためになるかも。はい、じゃ声のバランスはどうでしょうか。うわ、これも絡まってる。もう一個あります、マイク、そのマイク何でも絡まってるんだこれ。届いたよ、綺麗に使ってね、綺麗に。もう絶対来週ぐちゃぐちゃになってるね、もう一回ね。あ、そうか、無料でこっち見てるのか無料でこっち見てるのかこちらは、無料ですね、はい、まだ無料放送の時間じゃないですかね。いや、もう有料放送の時間だと思いますけど無料で
こちらね、安っぽくね。安っぽくだ、ね、よ。言葉を慎みなさい。はい、今日はね、かみちゃん数の子による、見どころ放送、明日のブレブルゴッツの見どころ放送プラス、総師範猫舌の、ちょっと初心者的な視点からの初心者目線ですね。初心者目線からの語り合いということで、この中で一番やり込んでるんだ。先週なんか結構話したんじゃないですか。先週はね、先週もやってたんですよね。そう、先週やったから、だからもうぶっちゃけるも話すことないんじゃないかなみたいな。あ、そっか。まあ最後の発表というか、はいはいはい、それもあるんで、お、ね、発表がある。それを、はい、まあ、軽く発表しつつ、はい。ちょっと一応スカイプを立ち上げる。まあ一応その記事とかもあるんで、はい。フォーゲーマーさんの方に。おお。まあそっち見てくれれば。まあ、神ちゃんの声入ってるかなこれ。フリアなんかに関しては、あ、多分これ入ってないっぽい。お。入ってないですかね。はい。でもまあの声が。カズニー噛み切ったからね。そこは触れなくてもね。そこは触れるとこじゃなくて。は聞こえる？はって。和田アキ子みたいな。いや違う。よく聞こえるらしい。オッケー。今日はですね、ブレイブルゴッツが明日に控えてるため、今日は短縮顔 TV で。そうですね。もう15分ぐらいでもうさっと。15分めっちゃ入る。1試合分ぐらいですかね。さらっと。はい。明日のね。もありますからね、明日のブレイブルプレイヤー、そうですね、はい、それ以上見たかったら、まあ、いよいよですからね、はい、いよいよじゃあちょっとカミちゃんとカズノコでここちょっとカメラインしてもらって、 あそういうことですか、メイン一応これ4人入んないですか、4人は入んないですか、まあ、ちょっといっぱいいっぱいになりますけど先週ちょっと俺見れてないんですけど、はい、どういうことを話した、あ、確かにあのざっと、確かに僕も見てないですね、そう、同じことやってもしょうがないんで、まあ、また当日予選とかエントリーしてる人がまた増えてると思うので、はい、その辺の注目プレイヤーなど、あー、注目カードとか、そういうことですか、注目カードとかね、組み合わせはまだでも決まってないですよね、はい、楽しみだけど、明日は有料ですか、無料です、明日は無料ですね、これ強調しますね、はい、全然無料ですね、いや強調した方がいい、全然無料です、はい、稲葉さん今日来るんで、あ、稲葉さん来るんですか、ただ来るって言って本当に言ってた気がする、出た気がするじゃんか、危ない気がするマイクをもうちょっと近づけよう、言ってた気がする、多分これ普通に入ってないんですけど、はい、声がでかくて、まあ、喋れってなら、はい、でかくしますよ、サミちゃんカメラインそう、明日も無料なんですよね、お疲れまあその辺はね、メジャーリーガー の, プロゲーマーたちにお任せしてね、そうですね、こちらはね、ちょっと緩やかにやっていこうかなと現地は無料ではないですね、はい、現地っていくらですか、現地はいくらだっけ、2500円のドリンク代が500円で、あ、ドリンク代、はい、ワンドリンク、ワンドリンク制みたいな、クラブなんで、クラブ、あれ場所同じですか、いや、秋葉原、秋葉原なんだ、ドンキの近く、ドンキの近くドンキの近くです、ドンキの近く、ドンキの近く、結構広い場所なんですかね、阿佐ヶ谷よりはちょっと狭いんですけど、まあ、雰囲気は結構いいんじゃないかな、なるほど、まあ集まりやすいですからね、秋葉原だったら、はい、もう秋葉ならね、もう朝から来てもうこっちまで、まあ、普通にゲームしてでもいいですし、そうそうそう、まあ、買い物してでもいいですし、秋には損はないと、まあね、会場より確か3時だったかな、3時から空いてるんですかあれ、確か3時、ちょっと、あ、バック取ってもらっていいですか、その辺に、あ、後ろだ、真後ろ、真後ろ、はい、こことは下か、はい、こちらに、あ、今ゴッツ来てますね、公式の方に予選グループの、うわ、もう書いてあるんですね、グループ分けがもう来た、表示されてますね、知ってる名前が公式サイトちらほらと、レベル高いっすよね、はい、これグループ A とかやばいことになってますけど、その辺を見ながらこのプレイヤーは注目だと、はい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 、はい、そういうみんな見れてるかね、画面、この画面、グループ分けの画面は一応配信には表示されてませんが、まあ、見ながら公式サイトの方に書いてありますんで、
グループ A 超強いですよ、ま、じゃこれね、グループ A の方からじゃあそのプレイヤーはどんな感じなのか、まあ、ちょっとわからない人に。熱いですよ。これキャラクターはわかんないですか。キャラクターは全部はちょっとまだ把握してないんですけど、ルール的にはキャラ替えありとかそういうのは、キャラ替え、ちょっと待ってください。結構きつそうなキャラとか、ね、キャラ相性あるじゃないですか。予習不足ですよ。予習不足なんですよ。あ、じゃあちょっとね、画面の方が、公式サイトがちょっと重くて繋がらないっぽいんで、こちらは見えてるので、じゃあ画面出します。配信画面に。そうですね、そっちの方がいいですね、まあ、オープニングもいいんですけどね。レーブルのオープニングもそうですね、素晴らしいですね。これ見て、あれこれもうあ、なんか歌入ってんだな、そういえばこれブレイブルーのオープニングってこの曲で対戦もできるんですよね。そう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 。で、なんか俺キャベツさんが誰かにこのブレイブルーの歌がいいみたいなことを熱く語られた記憶がこだわるなあの人。この歌の良さがわからないのとか言われた記憶があるんですよね。はい、歌流れてる格闘ゲームはそうそうないからね。あ、ちょっと待ってください。見えますか。見えてますかね、これ。これ配信には見えてると思いますけど、カメラはよ。お、あ、見えるんだ。気づけた、タリー。これ見えてんのかな。え、どうなったか。あ、見れてる。まあ、割かし見えると思いますけど、まあ、俺も知らない名前の人も結構でもやっぱいますね。まあ、俺も大体知らないほとんど知らないでしょ。スマホプレイヤー以外誰も知らないからね。じゃあ全部知らないんじゃないのこれ。あのグループ B の少年は、まあ、ああ少年さんいるんだろう。テスターでしょ、テスター。とりあえず俺は知ってるのはグループ A のソウジ、サトシぐらいかな。ユウムラさんとかクレスさんとか、クレスさんとかは俺があんまりもうガチでやんなくなった時からなんか有名になったのプレイヤーですね、多分。うん、レベル相当高いっぽいですね、だとグループ A は。これじゃあスパ4プレイヤーとかに分かりやすく PP で言うとどんぐらいの集まりなんですか。 PP ですか。ウォリアーばっかじゃないですか。まあ、掃除はやばいっすね。掃除は PP6000 は固いんじゃないですか、ね、6000。やばい、ハードル上げる、これ知り合いだからハードル上げるとまずいかもしれない。家庭用換算か。荒くねだと一番強いんで。ほう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 。関東で荒くね使いだとダントツ強いから。あの東進多田さんのおすすめプレイヤー、そうですね。へえ。森さん、俺も教えてもらったことありますからね、荒くねに関しては。師匠みたいな感じですね。師匠。そうでしょ。すぐ師匠を作るよね。いやちゃんとね、知識ある人に教えてもらってる本がありますからね。まあ、近道だよね。このクレスさんっていうのは、最近有名になった人ですよね。あの、椿。そうですね。今、椿弱いんですよね、でもキャラ的に結構。って言われてるんですけど、かなり勝ってる。弱キャラだと思わせないプレイ。そう。結構やってくる感じの。はい。もう初流。ガンガン打つんですけど、はいはいはい、あのプンコみたいな謎の安定感があるんで、はい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 、すごい見てて面白いんじゃないかな。だってコンボがやっぱり結構高い。ああ、はいはい、結構難しそうですよね。そうですね。ここにサトシがいますからね。そうなんですよ。いや、もう完全に一押しですか、そこ。まあでも2人ともそのサトシ、サトシさん、ソウジさんとか。ソウジはまあ、うん、そうですね。ズバ抜けて荒くねがうまいという、うん、はい、でも他もやっぱトップクラスばっかっていうこと。まあそうですね。サトシも最近そのユッタさんっていう方がね、はい、ユッタさんが多分結構言わしてるんじゃないかな。これ何使い、ラグナー使い。へえ。これ誰が多いんですかね、このキャラクター分布的には。キャラクター分布だとやっぱ強キャラとかあるじゃないですか。結構ばらけてるんじゃないかな。まあでもやっぱりどうしてもラでもラグナもそんなでもないよな。テーガーもちょこちょこいて、多分全キャラは言い過ぎなのかな。結構ばらけてる。かなりばらけてる。へえ。じゃあグループ A は相当強いやつしかいないっぽいですね。ちょっとパッと見で、あのもう最強クラスって言われてバーケンが
バルケン入んの。バルケンが強い。強いって言われてるんですけど、いないんですよ。あ、いないんだ。バルケンってなんかかっこいいおじさまみたいな。そう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 、あの狼っぽいやつですよね。そう、あの俺やっぱ強キャラとか弱キャラとかあるじゃないですか、はい、俺弱キャラを応援したい人間なんで。はいはい、じゃあ結構そのクレスさんの椿とかは、あ、椿が弱くて、やっぱ弱いキャラで勝ってる人って超なんか応援したくなるんですよね。そうですね、弱いキャラ強いキャラ分かんない人多いかもしれないですからね。そう、やっぱストフォーしかやんないんでバランスが分かんないんですよね、うんうん、あ、なんかじゃあキャラで、例えば3キャラ上げるとしたら3強ってどういう感じなんですか。3強3弱ぐらい知りたいですよね。あ、まあまあ主観で、今強いって言われてるのがそのバルケン、はい、白面、白面、はい、白面強いんだ。あとラグナス、いや、ラグナ強いんだ。バルケン、白面、個人的にはあとタオカカとかもかなり強いんじゃないかなって。なんか投撃であんま見なかったですよね、バルケンとか。バルあと、まあ、トップ4から、あ、最後の最後の方は最後の方しか見てないんで、ベスト4以降しか見てないんでちょっと分かんないですけど、その前はいましたけど、うん、じゃあ逆に三弱、三弱ですか、うん、多分ね、まあ、椿がかなり弱いと言われてる。へー、椿、そんな弱いですね。まあそのキャラで勝ってるっていうの結構すごいじゃないかな。椿と剣的に、あと誠、誠弱いの、誠弱いんだ。前かなり強キャラって言われてましたよね。バージョン変わってから弱くなったんですね、かなり。あ、攻撃からバージョン変わってるんでしたっけ。攻撃から変わってる。あ、変わってるのか。一回変わってるんで、攻撃はもう椿とかいましたもんね。そうです、誠とかやっぱり優勝は椿だったんで。ですよね。じゃあそんなに弱くなったんですね。あとまあやっぱテイガーなのかな。ただ全然その組み合わせ次第では、はい、勝てる。テイガーきついキャラにはとことんきつそうですもんね。そういうキャラなんで、じゃあグループ A はクレスさんに要注目といった感じですかね。そうですね、まあ、あとちょっとこれは危ないんじゃないのっていうのはやっぱそのユッタさんが、あ、個人的には、へ、はい、なるほど、ね、無難にいくと掃除かサトシが上がってきそうな感じはしますけど、うん、A グループはじゃあ結構デスグループという感じがすごいです。一応その位置抜けだけじゃないんで、うん、あ、結構2位争いも激しくなったりとか、はい、もし掃除さんが抜けちゃった時に、はい、でも誰が上がるか分かんない、はい、まあ、全然こける可能性もあるしっていう、はい、そうですね。じゃあグループ A は、はい、クレスさんが応援されて、そうですね、で掃除が優勝候補って感じですね、グループ A は。なるほど、じゃあそうしました。グループ B、 これもまた注目の少年がいますけど、はい、それコンボ動画でテスタのコンボ動画が ありましたね。でこの名前知ってるんですけどどうしたあれ。だってあれ見たらってテスタ使えなくなりますもんね。あんなうまくいかないんだけどね。まあまあ実際は確かに。あんなにうまくいかないんですけど。でもあれできたら超気持ちいいなと思って、ちょっと練習したことありますからね。あれのバージョンでも弱いキャラだったのに、少年さんはすごい強かったんですよ。はい、だからまあ、今回キャラなんですかね、少年。第一です。第一か。第一、少年さんはね、ずっとその、CD の頃から。ああ、ずっと第一で。そう使ってるっていう。キャラ変えない人っすよね、あんまり一応。そうですね。一回使ったら買えないんで、へー、やっぱ少年、少年さんには要注目かなっていう。かなり注目されてますもんね。鉄をどこまでやるのか。ポッポさんとか鉄夫さんとか聞いたことありますけどね。ポッポさんは多分ライチなんですけど、はい、結構やるやるケース強い。多分関東だと今一番強いんじゃないか。そこまでいっちゃいますよ、それクラスも。じゃ少年さんとポッポさんで同キャラとか結構熱いんじゃないかなありますね、っていう。なるほどなるほど。あ、同キャラか。このゲームの同キャラどうなんですかね。このゲームの同キャラどうなるんですかね。第一同キャラはなんか差し合いとか、まあ、大船飛ばし合いというか、あ、結構差は出るんですかね。第一同キャラだったら立ち回りが重要な気もするし。ライチってどういうキャラなんですかね。その例えばスト4だったらこのキャラは飛ばすと落とすキャラとか、まあ、ぶっ込むキャラとか、まあ、横押しが強いキャラとかあるじゃないですか。ライチってどういうキャラなんですか。ちょ、横押しが強いんですよね。横押しは結構、ただその技自体は一発一発その張り技がないんで、はいはい、あ、結構火力は高めなんですね。それがまだ火力がねそんなにないんですそんなないんです。技はでも判定は強いんで。あ、なるほどなるほど。 それをその棒を使いながらフォローしていく感じの。なるほどなるほど。その棒を設置できるキャラなんで、はい、
少年さんは設置系が好きなんですか。確かに言われてみると。そうですね。あのサードも確かユリアンだったし。ああはいはいはい、はい、そうそうそう鏡フレクター設置、はい、プレイヤーがやっぱ強いですからね、少年さんだったらなんか起こしてくれそうなイメージあるんで、しますね、そうね、ちょっとコンボに期待したいです俺は、はい、あとねその読みが結構強いんで、はい、読みが強いから自分の読みにかなり自信持ってるタイプのプレイヤーなんですよ。あ、なるほどなるほど、はい、だから結構でかい技でも平気で振ってきて、もうそれをこれ外したら超リスク高いけど、そう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 、もうこれ読んでるんだと当ててるみたいな。なるほどなるほど。じゃあ次は鉄夫さんか。鉄夫さんが、神使いのあの鉄人さんそうだったんですけど、キャラを変えたと噂の、キャラを変えまして、変えましたか、キャラを今タオカカを、はい、タオカカなんですか。そうですね、タオカカいいですね。まあ、レンさんの情報によると、はい、かなり強いという、まあ、キャラ替えしてまだ間もないんだけど、あ、じゃあまだ知らないですね。そうですね、俺は直接は見てないんですけど、立ち回りはかなり硬いプレイヤーですね。そうですね、だジンの、その最初ジン使っててレンさんと鉄人で両方こうどっちが強いか分からなくて、でもレンさんはかなりこう見せプレイとかこう音楽をしてっていくスタイルに対して、この鉄人はかなりこう丁寧に対応していく、ね、対応していく立ち回りだったから、立ち回るのもやっぱり、なるほどなるほど、まあ、そのマネさん立ち回る感じだったんで、立ち回る、まあ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 立ち回りの勝負だったんじゃないかなっていう、まあ、まあ直接対決見たことないですけど、お互いお互いを尊敬なんかこう参考にはしてなさそうでしたね、動きをどんな会話してるのかちょっと気になってましたけどね、うん、もしかしたらまあ認めねえみたいな感じだったかもしれないし、どうなんですかね、まあ、プレイスタイルが違う、まあ、その全く正反対というか、はい、違う方でもなんで、それがタオカカにちょっと強いキャラに変えたってことですね。そうですね、どうなんですか、楽しみですね、ちょっとどんな動きするのか、あんまり動画も出てないですかね、なんじゃないですかね、これはまあ見たことないんで、じゃ結構初披露に近い形で、まあ、連鎖情報だと強いという、おじゃあちょっと注目したいですよね。そうですね、あとつぶさんは多分あのギルティーあそうなのかつぶさんで、はい、でキャラはプラチナなのかな、プラチナって誰ですか。プラチナはね、あのエロいやつですか。エロいやつエロ可愛いというかなんでこんな会話してるから、はい、キャラクターがな、あのロリコンっぽいやつ、あそう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 、あんまいいイメージじゃない。この間あの大貫黒人の時に大貫が選んでたキャラです、ね、大貫さんあっち系なんですか。あっち系のちょっと俺今まで知らなかったんだけど、はい、あっち系のキャラを選んでカズノコ寄りですね。カズノコ寄りなキャラでした、ね、使ったことないですけどねでもそうそうプラチナエロいっていうことは、まあ、猫舌さんもそっち系ですか。いや俺他のキャラと間違えたんですよ。エロいとかなんかあのロボットっぽいじゃないですか。ロボットっぽいやつ、ロボットっぽいやつあれかなと思って、ミュー、それはミューです。あーミューか、なんか剣飛ばすやつ、ああれエロくないですか。ミューとかラムダとかだいたいエロいですよね。あれロリジタってプラチナは興味ないですねロリジタプラチナは興味ない、プラチナは興味ないですね。ミューは興味あると、ミューそっちの方が可愛いですよね。かわいい、まあかわいい、まあどうなんでしょうね。スタイルは大事だよ。プラチナもあのアイテムがあるんで、ああちょっと見てる分には分かりづらいかもしれない、ね、そう分かりづらいかもしれないんですけど、まあ当日の引きによるんじゃないかなっていう結構ファーストにいたキャラなんですね。そうそう、ただ一応その次に出るものが見えてるんで、はいはい、それをどう使うかっていう、ハンマーがあったり、ミサイルがあったり、そうですね、爆弾あとバットと、うん、フライパン、はいはいはい、などあと、あ、まあ、などなど絶対最初分かんないよ。やっぱ全然絶対最初分かんない。想像できないもん今。でもファーストっぽいと。まあ、ね、何が出るかなみたいな。それの何が出るか、まあ、ちょっと1個前のやつが分かってるみたいな。はい、はい。まあ欲しい時に欲しいのが引ければ、まあちょっと変わるんじゃないかなっていう。アイテムの使い方とか見てほしいですよね。そうですね。こういう風に使うんだとか。おこれ稲葉さんが。あとは
とよくわかんないな。秋山さんじゃなかったっす。やってない間に始めた人とか多そうですね。今日後から稲葉さんが。あ、そう、わかってんな。これ白面、白面いいよね、白面。で、これちょっと怪しいのがこのおちん。ちょっと待って、名前いいですか、いまして。名前危ないですよ、ね。これ、はい、白面だったら、あの人かもしれない、ね。あの人かもしれないかなっていう。あの人かもしれない。そう。なんでそれで納得してるんですか。全然わかんないですけど。立川に、すずめさんという、白面使いがいました。はい。すずめさん。うん。まあ、一番強いんじゃないかなと、白面使いが。まあ、丁寧なんですよね、動きが。あ、で、その人かもしれないと。そう、白面ってキャラ、その D ボタンを押すと、当て身が出るんですけど、はい、その当て身ほぼ使わない。ちょっと、普通と違う戦い方、ね、あ、その当て身は強いんですか。まあ、強いっすよね。なんか、白面って言ったら、あの当て身を使ってる印象が強いよね。あ、そうなんですか、ね。そうなんですけど、白面で安定した、価値をこう拾いに行くタイプなので、ギルティでもかなり実績を出してきた人は、内またの白面とはちょっと違う立ち回りっていうか、美しいというか、立川も結構レベル高いですから、そこで有名な白面なんで、なるほどなるほど、相当強い感じだと思います。逆に白面は誰が上がるか分かんない、うん、白面は当て身のなんかイメージがあるから、あえて当て身をしないみたいな。そうですね。ガードしてるだけで怖かったりするからね、白面が。はい、当て身通じて扱って。え、ガード中にできんの？いや、まあ、その、直前ガードとか、ギリギリでガードしたりすると、硬直が減って割り込みになるとか、はい、当て身の発生が1フレとかだったりするから。おぉ、1フレか。一応みんな、1フレって1ボタンだもんね。そう、1ボタンで。1ボタンの1フレ当て身は確かに強いな。みんな固めてる側も結構怖いんだけど、はい、そういうプレッシャーを逆手にとって、そう、ズーズーしかいく、ズーズーしか、なるほど。もう一回、しかもそれを逆に、それでガードを固めて崩されないとか、はい、はい、立ち回りもうまくてっていう。なるほど。防御スキルが高いと。まあ、結構参考になるね、スタイルに。あとね。B グループの残り2人は。あ、木月さんっていうのはテイガーなのかな、うん。テイガーですか、うん。ちょこちょこ、まあ見たことはある。ああ。感じの。じゃあみんな名前知られてるってことはやっぱりじゃあみんなすごい強い人ね。レベル高い人しかいないっすよね、今のところ。今回はね、本当そういう感じで。ハイレベルですね。ブレイブルーがどんな試合か見たかったんだったら今回、まあ、見てくれれば、ね、もうこれがトップクラス間違いないみたいな。そうですね。グループ B は注目はそんな感じで。はい、はい、じゃあ続いてグループ C。ああ、これもやばいのいます、ね。来ました。これもやばいの何人かいますか。これもやばいのが、これも見たことある名前が多いですね。一番上の客さんは、はい、カルル使いの中で一番コンボとか仕上がってる人なんですよね、はい、へー、カルルってなんか俺ずっと永久してるイメージがあるんだけど、まあその意識をしょうがないかなっていう。客さんあれはインパクトありましたか。ありましたからね。客さん今回カルルなんですか。おー、なんかキャラ変えてましたよね。一応レリウスも使えるんですけど、はい、レリウスはまあどっちでいくんですかね。カルルだと思いますけど、ね、やはりカルルなんじゃないかなと。カルルなんですかね。まあ、この人かなりスパ4業界の中でもかなり知識がある人で、うん、調べ物とかすごい好きで。スパ4業界、あ、スパ4業界ブレイブル業界スマホ業界でいう孫さんみたいな、あーあー、トレモとか調してる人、それをそのカルルっていう人形も使って挟んでこう、はいはいはい、固めたりとか崩しとかやるキャラを使ってるから、もう動きがもう何をやってるかもうついていけない感じで、一度捕まったら本当に一生それこそコンボの締めに中下の二択をやられて、エディみたいな、うん、何回これガードすれば終わんのみたいなのが始まると。だからかなりこの人のプレーは見た方がいい。ブレイブルがどういうゲームかっていうのを一目で分からせてくれる。なるほど。実際コンボ難しいキャラで人形も 使うから、はい、確かに位置取りとかがね。ちなみにこれいまだにその A 級みたいなのってあるの。まあ、A 級じゃないけど、空投げをずっと延々としてるイメージが。あ、そういうのはないんですけど、あ、ないですか。そのコンボの締めの方で、はい、詐欺飛びになってる中下の、ああ、なるほど、
同時攻撃って終わってんじゃないですかということはもう分かりますよね。了解です。そうです、そういうことなんですよ。でこの人のプレーは要注目といった形 で、 そうです、ね、なるほどなるほど。で次がなおさん。愛してるなおさんはよしきさんという、あはいはいはい、ラムダ使い、はいはい、今回闘技でダンジョン前上がってるプレーヤーです。え、なおさん、うん、飛び道具を結構使うキャラクターの人ですよね。そうですね。これなおさん愛してるって名前なんですか。本当に愛してるんですか。その、うん、多分カードの名前とかもこれなんですけど、はい、まあ一般的にはそのよしきっていう、はいはいはい、昔使ってたソーディングレームですね。それをちょっと呼ぶ人多いですね。そういうと結構最近っていうか昔は有名じゃなかったけどやり込んでって、そう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 、そういう感じですね。多分CS2 の頃から結構有名になってきたんじゃないかな。五郎さんの弟子みたいな感じですよね。そうですね。プレイヤー的には。だ かなり処理プレイが。はい。なるほど。組み合わせによっては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 、揃えるプレイ。今回かなり組み合わせが重要なゲームだから。ここに今、テイガーがいないんで。はい。まあ、ブレイブルって結構その相性が激しい感じなんですかね。うん、そう、みんなやっぱ動きに個性があるから。はい。もう組み合わせが違ったらもう戦い方を全然変えないといけないとか、だか結構同じキャラ見て飽きるかもしれないけど相手のキャラが違うと戦い方が全然違うからまだ見れるとか、はい、だ結構その飛び道具打つキャラ、この人は飛び道具打つキャラだけどその狭間とか相手にすると自分から行かないといけなかったりとかあるから、はいはい、そこはやっぱり、まあ、1試合も見逃さないで見てもらった方がいいんじゃないかなと。いいんじゃないかと。はい、なるほど。続いて久保さん、はい、ここは有名なプレイヤーですね。あのクボッツガーデンの久保さんですよね。そうですね、はい、違クボッツガーデンのねクボッツガーデンの、ね、キャラなんですかね。キャラはね、俺が知ってるのはレリウス使ってた気がする。レリウスとあとバルケン使ってたんで。ああ、はいはい、ちょっとレリウス見たいんですよね僕。あー、ね、まあ、新キャラであんまり見てないんでどういうキャラなのかなっていうのをまず知りたかったり。新キャラなんだけどそんな強すぎるキャラでもないから うまく調整されちゃってる、されて出されたキャラだから、はい、結構あんま使い手が少ないのかな。あれなんかカルルと違ってあれって設置みたいな感じじゃないよね。あれは人形が後ろについてくるのかもうスタンドみたいな感じで、人形が出てるときはすごいラッシュができるんだけど人形がない状態だとそこまですごいラッシュができない、うん、あれ姉さんみたいに壊れたりするの。壊れます。壊れます。壊れるんだ。ただその、ハルルと違ってハルルはやっぱ挟めるじゃないですか、はい、結構容易に、はい、だけど、レリウスの場合は横押しする感じ。どっちかっていうとエディに近い。ああ、はいはいはい、はい、分身が出てて、なるほどなるほど。で分身で攻め系するみたいな。はい、人形は自分の後ろからあんまり離れないから、はいはいはい、ある技に使うと、まあ、離れてくれるけどもすぐ戻ってきちゃうし。なるほどなるほど。だ結構そんなハメハメ系ではないですよね。ハイエロファントグリーンじゃなくてスタープラチナみたいな。そういい例えだったよ。そういい例えだった。分かる人がねどれだけいるか分かんないですか。分かんないけどね。で久保さんのキャラは、まあ、どっちか楽しみ、どっちか楽しみといった感じですね。多分バルケンの可能性があるなってことはバルケンいるじゃないですか俺。確かにさっき俺めちゃくちゃ言いましたねまあ、でもどっち使うか楽しみですね。そうそう、どっち使っても強いでしょうし。で石田さん、石田さんこれ電脳さんっすね。え、そうなんですか。名前全然違いますね、はい、電脳さんキャラはバング、バング、おそらくバングなんじゃないかなっていう。あ、キャラ変えてないんですね。久保さんレリウスだと思うって。きたー。あ、レリウスなんですかね。お、やってましたね。レリウスか、どんな動きするかちょっと見たいですよね。わかんないですからね。電脳さんはもう昔からやってるプレイヤーっすね。そうですね、最初からやってるかなり子さんプレイヤーって。へぇー、バングなのかな今は。多分 CS でバングキャラ変えましたね。キャラ変えてからずっと使ってる。 CS でジン使って、あ、ジン使って、まあ、バング楽しそうに使ってるからバングメインキャラにしたんですよね。へぇー、まあ多分両方ちょこちょこ使ってるんですけど、あ、はい、多分まあキャラ的にバングの方が強いんで。はいはい、はい、あ、そうなんだ。あ、なるほどなるほど。まあバングを選んでくるんじゃないかなと。バングってあのめっちゃ叫ぶやつですよね。まあそうだね忍ぶとか言って、あ、そう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 
あれなんか面白そうっすけどね。なんかあのあれ個性出るんですよ、あのキャラ。風林火山みたいな。あー、ありますね。あれ使えるんですか、風林火山って。あれはやばいっすね。あれ強いんですか、あれって。どっちか必ず死にます。どっちか。やばそうだ。大体使わなくても大丈夫。使わなくても多分どっちか死ぬんですけど。そうあれが発動したらもう目離せないから。もう一瞬で決まるぐらいの。そうです、ね。一瞬で決まっちゃうから。へえ。バング側もあれを発動しちゃうと、その普通のガードができなくなっちゃう。あ、そうなの。バリアガードだけしかできない。なるほどなるほど。ある程度準備してガードしないとできない。でも攻めも超強くなってって思うか。あれ発動したらバング側ももうどうなるか分からないというか。なるほどなるほど。ゆっくり戦えないっていう。そう、もう誰も何が起きてるか分からない。でもそれを使ったセットプレイとかあるんですかね。そうそうそう、ありますよね。へー、まあでもどういうスタイルなんですかね。だから俺ぜひ使ってほしいですよ。結構硬い感じのスタイルな。あ、釘の投げ方とかでも全然戦い方変わっちゃいますもんね。あ、そうですね。このキャラその、はい、ガードポイントの技もある上に、はい、その釘っていうその釘道具12本。あ、区内じゃないですかあれって。釘なんですか。一応釘ってやつか。へえ。空中で出せる飛び道具で、なんか3つ飛んだり毒だったりってやつ。そうそうそう、3種類か4種類あるんですか。4種類。あ、4種類。おお。の釘の本数があれば使えるっていう。なるほどなるほどなるほど。ジョニーのコインみたいな。そうそうそう。あ、そうそうそう。早めに釘全部投げちゃうとやっぱバングがフリーになっちゃって。でもやっぱ釘は相当強い。そう、その代わり相当強い。本数が決まってる。まあどう釘を使うかでその性格で結構分かれたり。なるほどなるほど。溜めてそのやばくなったら使うとか。もう速攻使っちゃう人か、溜めておく人か。バランスよく使うとか、真相になったら全部使うとかね。なるほどなるほど。一番考えたまま死ぬのはやばい。やけくそ、やけくそ。恥ずかしいバランス。で、釘の投げ方とかも結構注目ですよね。同じ番組使いでも全然、はいはい、戦い方が違って。一番立ち回りで使うかコンボで使うかとかそういうのもある。あ、そうそう、それもある、ね。セットプレイで使ったりとか。なるほどなるほど。結構面白いキャラですね。シリスさんは立川のジーン使いですね。ジーンですか。立川勢っていうだけでもうなんか強そうですね。そう、オーラもうなんか立川勢って立川勢、立川は強い人がかなり集まってる。あ、そうなんだ。猫舌 BB はやってた。稼働して3日目に1回だけやったんですよ。1回というかまあ1日だけやって、でも多分 2,30 連勝ぐらいでもできましたよね。マジで。マジか、すげえな。結構出ればいいじゃん。あの、しょがり、しょがり、初狩りで、初狩りで大会出ればいい。いや、稼働初期誰も中段見えないから中段だけやったら勝てです。あ、確かにね。キャラは田岡か、田岡か。キャラの画面ね。あ、じゃあ一応じゃあそれだけちょっと準備していきます。あ、キャラ画面見れる。最初からその稼働初期からいきなり田岡が使えたの。いや、あの稼働そう、多分平日とかに稼働して、うん、それできなかったん で、うん、でとりあえずその土曜日とかにやって休みの日じゃあ朝からちょっと練習がてらやってみようと思って、はいはいはい、でちょっと朝のうちに練習してで後から来る人、それ夕方から来る人、お前らには練習させないっつって俺は先に練習したけど、俺は先に練習したけどお前らは練習してないから余裕で勝っちゃうよみたいな。それゲームのね、新作稼働初期によくある光景だよね。そうそうそう、早めに来たやつがコンボできてて、そうそうそう、後から来た人が、後から来る人はちょっと不利な戦い、不利な戦いを知らん。朝早く来た特権がありますから、ね、コンボ練習できるっていうすごいな。でも動画が使ったのか。猫舌だけに猫がやっぱ好きなの。猫好きですね。いや絶対そうでしょ。いや猫舌じゃないけど猫は好きです、うん、猫舌じゃないのになぜか猫舌って名前なんだよね。そうですよね。なんなんすかねあれ。なんで猫舌って言うんだよ。よくわかんないですよね。全然関係ないんだお前。いやでもブレイブルーのでかい大会とか初めて見ますね、こんな。まあ、あんまりなんかそのブレイブルーでこうなんかプレイヤーが際立ったっていう、こう配信とかそういうのないからね、あんまりね。そうですね、今回プレイヤーも結構、うん、プレイヤーごとに動き違うゲームっていうのをみんな理解してもらって、うん、うん、結構あの配信とかで頑張って盛り上げてる人はたくさんいるんですけど、はい、まだそういうイベント的なものは意外と少なかったりするんで。確かに確かに、あまり配信で見ないですもんね、うん、あ、ちなみにこれキャラクター何人いるんですか。キャラクターも何人だ、これキャラクター何人だっけ、神ちゃん。結構増えましたよね。19だってのか。結構多いな。ちなみにこのそのトーナメントでリーグかな、うん、まあ、これでいないキャラっているんですか。このキャラいないみたいな。キャラクターが表示されてれば分かるけど、どうなんだ。このキャラいねんじゃねみたいなキャラはいるんすかね。なんだかんだばらけてるし、19キャラいてもみんな個性がすごい分かれてるんで、はいはいはい、キャラクターが全部成り立ってる。でもどうすんなら全キャラ見たい
ですもんね。うん、まあ弱いキャラはでも結構少ないんじゃないのかな。今何のキャラが弱いのかちょっと分かんないけど。まあ確かに。椿ていいがと。椿ていいか。まことか。まこととか逆に強かった頃はいっぱいいたんだけど。まことってなんかあのマッパハンチみたいな。ハザマがいない。そうだった。レイチェルいない。あ、リスのキャラだよまことって。ジェットアッパーみたいな。あ、そうそうそう。レイチェル弱いの？ジェットアッパーか。レイチェル弱っすかね。ハザマいる。ないですよね、うん、レイチェルって。レイチェル。レイチェル。結構いけちゃうキャラ。あの傘持ってるやつ。そう傘持ってる、傘持ってる。レイチェルがエントリー見当たらないっぽいね。あ、レイチェルいないんだ。昔すごいいたイメージが。あ、昔いましたね。いたね。昔。CT の頃。なんか風が来て下段中段見えねえみたいな。レイチェルばっかだったね、なんか。まあ、赤馬ブレイブルーで初めてですよね、ああいう風を使うキャラとかいうのが。そんな発想なかったなと思って。確かに確かに。ギリティで結構よもうできっちゃったかなと思ったんですよね、うん、はいはいはい、2対1で戦ったりとか罠を仕掛けたりとか。あ、ミュウもいないか。まだ引き出しがあったのかって。そう、ブレイブルーはね、各キャラ D ボタンがなんか特殊能力みたいな。ドライブ、ドライブボタン、はい、ドライブ、ドライブ、うん、なんかいろんな個性あるもんね、ドライブって。各キャラ全然違う技が出るからね。いなそうなのがパッと見だとレイチェルとレイチェルミュウぐらいかな。あ、ミュウもいない。あ、ミュウいないのか。そうですね。じゃあエロ目的では見えない。まあそうなってしまうかな。なるほど、まあ、エロいのはね、超費入れた時だけだから。あ、そうなの。そんなことない。そんなことない。見たことないんじゃないの、それ。ちょっと見して見して。え、調品の時見て、なんか言ってたじゃん。調品の時。いや、もう、普段のさ、この格好がなんかもうやばいじゃん。まあまあまあ。一応やばいね。なんか防御力低そうじゃん、なんか。まあでも、キャラごとに体力が設定されてるからね。体力。あ、はい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 。カルルとか、ああいうすごい攻めが強いキャラとかは、体力低めにやっぱ。あ、カルル、あ、そうか、カルルは、まあ、そうか。ちゃんと考えてるなと思って。体力低いキャラは大体性能が高いかな。なるほどなるほど。どうなんだ。どこまで見ましたっけ。今 C まで見ましたね。C、はいはいはい。じゃあ次 D の注目見ましょうか。はい。来ましたね。ちょっとこれも強いですね。アキラさんこの間うちの配信も出てましたね。アキラテイガー。そうですね。テイガー使いだとかなり有名ですよね。かなり有名ですね。てか、まあ、ブレイブルーとかなり有名じゃない、有名かな。ブレイブルーでも全然、はい、これギルティの頃から投げキャラ使ってた人ですけど。そう、なんか我慢するの好きなのかね。そうなんですかね。ブレイブルーはかなり我慢しますけどね。かなりかなり我慢してる。テイガー使いの中で一番丁寧な人かな、この人は。なんかテイガーってなんかみんな丁寧なイメージはあるけど、まあ、丁寧にやるしかないんだけど。いや、勝てないでしょ。でもやっぱりダジ回ってくる人もいるんだけど。ダジ回る、ダジ回ってくる人もいるんだけど。ダジ回ってくる感じ、まあ、いきなりこう体当たりしてくるやつとか。開幕でいきなりダジ回ってくるやつとか。うん、かなり丁寧 で我慢して我慢して駒投げ2回転通したりとか。テイガーなんかなんだかんだ あの飛び道具が強いイメージがあったの。あれはまだ強い。 あれはちゃんとその電力ゲージっていう自動で溜まる、はいはい、ちょっとずつ溜まっていくゲージがあって、あれってなんか消費みたいなもんなの。まあなんだろう、なんつうんだ、時間が経つと使えるようになる、一回打てるみたいな、必殺技みたいな。なるほどなるほど。でこのキャラ磁力みっていうのがあるんですよね。そうそうなんですよね。このゲームでなんとね、相手にね、相手吸い込む、はい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 、はい、投げキャラなのに相手を近寄らせる。確かに。ちなみにこれ駒投げがあるじゃないですか。はい。駒投げって、あ、投げ抜けできるんですか。投げ抜けは、投げはガード、レンガになってる状態。はい。ガード中に投げると、ヒット中とかは抜けれるんですけど、基本的には投げ抜けはない。あ、そうなんです。駒投げはさすがにできないですね。さすがに。なるほど、なるほど。かなり電力ゲージの仕組みが、ちょっと最初、分かんないと思うから。ああ、確かに確かに。D ボタンを押すと、この黄色い攻撃が出るんだけど、うん、その電気をまとって黄色い、こういうパンチみたいなやつ、 そう、うん、それを相手にガードさせるか当てるヒットさせると、相手がこの電気をまとっちゃって、はいはい、感電してる状態になっちゃって、はい、その状態でそのもう一回その電気をまとう攻撃をすると、
その磁力がこう引き寄せ合って相手が近づいてくる。ああ、なるほどなるほど。その相手が磁力状態になってるのっていうのは時間で切れるの？時間で切れる。じゃあ時間が切れる前にもう一回当てればもう一回持続みたいな。もう一回当てると時間がさらに上乗せされるんですよね。確か。そうです。なるほどなるほど。磁力がついたら距離が離れてて、そのテイガの動き遅いけど、実はもうテイガの攻撃の距離になってる。なるほどなるほど。あ、じゃあ磁力ついた後の読み合いとかが結構熱そうな。多分テイガ使いは最初に磁力を当てる動きをしてくるから、はい、それをこうさばいていって、うんうん、本当は正しい戦い方はその磁力をつけられないように立ち回って封殺するとか。なるほど。で、まあ、磁力ついても磁力ついたらこの技を振るみたいな対策とかもあって、結構ねモーションがでかいんですよ。あ、磁力をつける技は。磁力つける技は。なるほどなるほど。だ結構普通の投げキャラじゃやっぱりこのゲームだから、はい、普通の投げキャラ普通のキャラがキャラもいないから、はいはいはい、そうしかも二段ジャンプもできないんですよこのキャラ。そう、あ、そうなの。そうなんですか。唯一二段ジャンプができないキャラで、もちろん空中ダッシュもできないし、空中ダッシュもできないし、地上のダッシュ、地上ダッシュもない、もちろんダッシュもない。ただ一応その突進技、その玉無敵の突進技があるんで、はい、あ、なるほどなるほど。まあそれをうまく使って合わせるとかっていう感じかも。だってこのゲーム結構通常投げも痛いじゃないですか。痛いね。コマ投げのなんかその価値っていうのがどんなものかっていうのか分かんないですよね。これリスクあるんですけど、このキャラの場合は、コマ投げは2種類あって、そのジャックと、はい、まあ、強みたいなコマ投げがあるんですけど、はい、まあ、ジャックは、無敵、若干無敵がある、はい、あ、なるほど、無敵あるんです。じゃあ割り込み、最初はないんですけど、はい、その発生後何フレかしてから、発生後、あ、なるほどなるほど。コマの入力してちょっとしてから無敵がつく。へー、ちょっと出の遅い暴れとかを読んだら吸えちゃうみたいな。そうそうそう、重ねたじゃんみたいな時に結構吸われたりするんですよ。なるほど。実は重なってなくて、はい、そうかそうか、そういうことか。敵が5フレからあるっていう、そういう読み合いがあったりして。で B は単純にダメージが高くて、はい、普通に減ります。へえ。当てた後もなんか繋がるんですよね、落とした相手に対して。そうですね、キャラ減で普通にコンボ受けたりとかします。ポチョバスみたいな。そうで最後に大体みんなテイガ使いはそのコンボの締めに磁力をつける、こう起き上がりの起き上がらせ技みたいなのがあって、あれ磁力つくんだ。あれ磁力つく。へえ。あれが追加されてかなりキャラ的に強くなったりとかしたし。で今までそのテイガ側が引き寄せした後にちょっと打撃バックステ潰しのその A 攻撃を出しても、はい、なんかあんまり痛くなかったんですけど、今回そこでバックステ読みで A 出すと普通にそのゲージを 50% 回収しつつ、さらにダメージも取れる。なるほどなるほどなるほど。だから引き寄せてからの読み合いが結構熱い。なるほど。じゃあワンチャン結構持っていける。そうですね、もう1回でいけるレベルですかね。まあ、それは厳しい。1回は言い過ぎだけど、まあ捕まえたら今1回で殺したい。なるほどなるほど。捕まえてる時のプレッシャーはやっぱり駒投げ得、ガード中でも駒投げとか打って縫製切りみたいな。まあ、あんま取んないけど、やっぱ2回転の技とかは超飛の駒投げとかも当たったら6割飛んじゃう。それになってるから。そんなに減るんだあれ。へえ。やっぱ駒投げキャラだけあって、ちゃんと接近戦はすごいプレッシャーをかけられるから。はい、なるほど。まあ、普通のキャラはいないですよと。そうそうそう、このゲームに。なるほど。その受け身に対してその引き寄せとかをうまく使って、はい、その超飛の投げ決めるネタとかもいろいろあるんで、はい、もう普通に受け身も取れない、怖くて。うまいですよねみたいな。結構来るんですよ。確かに。それはブレイブルーってなんか受け身いっぱいありますよね。前にも受け身取れるし、その場できるんですっけ。その場もできます。その場もできるし。なるほど。その場で跳ねて起き上がるやつと普通に起き上がるやつ、その場で抜くって起きる、はい、であと前転後転。前転とか後転ってあれ無敵あるんですか。前転は無敵はほとんどないんですよね。前転はほとんどないのかな。あ、後転は結構あるんですよね。確かに。なるほどなるほど。まあ、その辺はね、最近発売されたムックを、そうですね、ご購入いただければ、ムックを見ていただければ。あの一番新しいバージョンの、そっちの方にね、かゆいところにね、手が届くムックになってますんで、ムックを見ながらゴッツを見た方がもう最高の楽しみ方だね。面白いからね。こうね、こういう感じでみたいな。やっていい。俺は知ってるよみたいな。俺は何が起こったか分かってるよっていう。そうそうそう。あ、これね、うん、みたいな。書いてある書いてあるっていうね。なるほどなるほど。回しもんですね、完璧。完璧回しもんでしたもん。自然でしょ、今の流れは。今の自然の流れは。分かんなかったらもうムックだ。基本だよ、ゲーマーの基本だよ。ゲーマーの基本だね。じゃあ次は R1 さんですね。昨
来ましたね。うわー、闘技、ね、ノエルでね、そう、去年は準優勝、準優勝ですね、してるんですよ、ノエルで。ノエルは、あの二丁拳銃のキャラです。あー、はい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 、これまた可愛いやつですよね。そうですね、そうですね、何でも可愛いですね。大体可愛いです。そうか、ケスケさんやっぱこれですか。俺はね、それとも俺誠なんですよ、誠、誠なんですか。あ、誠いいっすね、確かに。どう考えても誠っすね、これは。どう考えても。はい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 。いやー、難しいなー、これ。魅力的なキャラがね、いっぱいいますからね。やっぱ、タボカカだな。タボカカっすか。タボカカだな、やっぱり。これねー、このねー、この R1 というプレイヤーは、非常に尊敬できないプレイヤーですね。尊敬できない非常に尊敬できないです、この人は。行きますね。この人は尊敬できないですね。これボットがつぶやくかもしれない。え、ボットあるんですか。あ、俺のボットですか。俺のボットある。非常に尊敬できないプレイヤーですねって誰か追加するかもしれない。いや彼はもう本当にね、まあ、ギルティ時代からの、ギルティ時代からのスーパーチューボープレイヤーです。スーパーチューボープレイヤーです。何それ。彼を応援している有名プレイヤーはいませんから。どういうプレイなの。まあ、とりあえず中央と言われてる行動を通すのがすごい上手い。へー、中央、中央って言われてる行動ないですか。ノエルってキャラが、ま、KOF で言うバッタみたいな、あ、まあ、バッタとか、まあ、無敵技一生こすったりとか、はい、でこのキャラがね、またその数々のね素晴らしい技を持ってるんで、もう間違いないです。でもこのキャラってなんかその D ボタンでチェインみたいなの始めて、中段とか下段とか使うキャラですよね。だってでその D ボタンの攻撃が結構その、はい、対応しづらくて全対応しづらいんですよ。なるほどなるほど。だから、まあ、こっち読まれてるなと思ったらじゃあこっち行くかみたいな。あ、結構じゃあじゃんけんキャラみたいな。そう、ボタン一つで、まあ、指先一つでみたいな。あ、なるほどなるほど。そういう感じのキャラですね。へえ。で無敵があったりするんですよね。で初めそう、ああ、その下段無敵があったり、その上半身無敵があったりするんで、はい、でその R1 さんはそのじゃんけんが強いみたいな。そう、そのボタンを、まあ、いつレバーを後ろに入れてんのかなと思うぐらいこうボタンを押してる量がすごい、ね、はい、ああ、なるほどなるほど。とりあえず押してるみたいな。でコンボがうますぎるんですよ。おー、バグってる、あれバグってる、最強本当に。あれ興奮する見てて減らすねーっていう、こいつ、そう、こいつガードしねえじゃねえかって思ってたらめちゃめちゃ減ってるんですよね。理にかなってる。なるほどなるほど。理にかなってるんですよ。へ、で割とそのどっち食らっても痛いみたいな。はいはい。ただ結構プレイヤー的にかなりもう仕上がってる方なんです。仕上がってる。多分みんなこの人を煽っていただければヒールなんで、この人がもう完全に。そうですね。なるほどなるほど。だからもうなんかこうなんかムカつくことがあったらこの人のプレイを見てくだらねえなって、こいつアホだなって仕上がってらっしゃる。仕上がってらっしゃるな。行くぜ。だからもう、うん、彼をヒールと思ってこのゲームを応援していただき、過去に何かあったの。いや、まあ彼もユリティーじゃないからこんな感じだったから。でもカズノゴさんの公認がね取れましたんで、でこれでもブレブルドットプレイヤー皆さんね、これを煽っていらっしゃるので、この方は、うん、はい、なるほどなるほど。本人もね煽られるのね嫌いではないですよね。気持ちいいと思ってるかもしれない。気持ちいいと思ったんだよ、間違いない。 M な方で勝った後の顔がねまた半端ないですからね。あ、カズノコみたいな。いや、ドヤ顔。俺はそんな顔したことない。俺はそんな顔したことない。ドヤみたいな。いや、俺はしたことない。じゃんけん勝ったドヤみたいな。いやいやいや、もうこれはね、この前やばかったな、LG 勝った時の。いやいやいや、そんな顔してないでしょ。あれはひどかった。あれはひどかった、本当に。なんか終わった後、配信で言っちゃいけないこと言ってましたもんね。そうそう。配信で言っちゃいけないこと言ってましたよ。なんか言ったかな。試合終わった後。試合終わった後。試合終わった後。俺終わったら待ってたのに。誰との試合終わったの。あん時の。マチャモ戦終わったとか。そうそうそう。マチャモ戦終わったんだ。あん時の顔が半端じゃなかった。マジで。確かに。そう、悪すぎて。いやいや、あいつもすげえ言うから。うん、ああ、はいはい。いや、俺も言うよ、みたいな。お前、ギルティ試合どうだったか知らないけど、俺は、うん、お前、このゲームに関してはお前言うよって。お前に対して言うよって。それでね、お互いその言う宣言しといて、うん、勝ったのが俺だったから俺が言うわけじゃん、俺の番だよみたいな、お前負けたからねって。確かに確かに。いやー、ね、みんな言うもんね、だってね。そうそう、みんな言うからね、うん、あれはしょうがない。そうそうそう。本当に笑えたわ。
ブレブレの話しましょう。ブレブレの話。ブレブレの話。そうですね、戻りましょう。まあ、じゃあ、まあ、R1 さんはそういう。そうですね。そうですね。結構俺は注目してるんで、はい、まあ、どこまで行くかなっていう。そうですね、上がってくれば多分面白いですもんね。そう、ノエル、その D ボタン押して、いろいろガチャガチャやるのを、まあ、踊るっていうんですけど、はい。まあ、どこまで踊れるかみたいな。なるほど、なるほど。まあ、踊られてる方が半端ないですけど、ね、そうですね。死ぬまで踊るみたいな感じですもんね。そうですね、リアルに。リアルに本当に、そう、そういう感じなんで結構楽しみです。踊りながら死んでくるから、こっちも納得がいかないですよね。なんか踊りながら死んでくるからっておかしいな。踊りながら死んで。で次が小型さん、ね、小型さん、これも聞いたことありますね。この方関西の四国なのかな。あ、四国からわざわざ。ジンスカイの人ですよね。ジンスカイで、CS の時の攻撃で唯一辻角に勝ってる。あ、そうですね。そう、聞いたことあります。辻角、辻川、CS 前の前のバージョン。CS で攻撃の覇者。へー、あ、高知か徳島、あの辺なんだ。関西の四国で。関西の四国。関西の四国のね、まあ、関西の方の。そうですね。遠い感じの。うん、この人はどういうスタイルなんですか。結構やってくる系なんで。ああ、やってくる系ですか。そう、まあ、何かが起こるんじゃないかなっていう。結構その熱帯とかでやった感じ、はい、もうこっちがその、あ、処理券怖いな、やっぱ陣使ってるんで、はいはいはい、処理券ちょっと、うん、四隅ってところに走ってきて、シュッて中段リバーサルで、はいはい、へえ、一つような感じなんですね。そうですね、ちょっと離れたところで四隅してたら、その相手の処理券怖いなと思ったら、はい、アベルで相手の怪我に前出しして、前捨て、駒投げみたいな。そう、駒投げっていう。じゃあ結構やっぱり、そういう感じの。うん、じゃあこの人も結構読みに自信があるタイプ。だろうね。見てて面白そうだな。そうですね。その、心の隙間をついてくるんで。はい、ラグナのドライブって、あれ、回復するやつですか。ラグナはそうですね。あ、あれが。ジンは凍る感じで。はいはいはい。続いて、ケイタさん。ケイタさん、CS2 で、投撃、はい、誠で、おお、はいはいはい、おお、今回もじゃあ誠っすか、違うのかな、なのか、もしかしたらその CS とかの頃にタオカが使ってたんで、はい、あ、なるほどなるほど、ああ、はいはい、使ってましたね。そう、タオカに戻ってるのかどっちかはちょっとまだわからないんですけ ど、 なるほど。結構この人も、この人は千葉でやってる、ね、千葉のプレーですね。カキュンさんとかいる。そう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 、おお、あそこもあそこでレベルが高くて、はいはい、結構バチバチやってるんで、千葉勢対立川勢みたいな対戦もちょっと結構注目してるかな。どっちの地域の方がレベルが高いんだみたいな。はいはいはい、そういう、そんなある。結構ね、立川勢っていうのも結構有名で、柿雲さんとかっていうのいる千葉勢っていうのも結構有名で、うん、まあ、どっちがレベル高いとかいうのはまだ全然はっきりしたことなくて、まあ、まあどっちもレベルすごい高いっていう、そういうのちょっとみたいなね。いや、まあ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 、それがみたいな感じになるかもしれない。明日見えるかもしれない。明日見れるかも。そこもね、まあ、煽り合いとかもある、もしかしたら、もしかしたらあるかもしれない。立川で最強みたいなこと言うかもしれないし、うん、勝った方にビール一杯みたいなね。まあそれでも面白いかもね。でそういうね、はい、続いてこの TRD さん、この方、これは情報は、これね、誠使いなんですよ。ああ、はいはいはい。へえ。あの、箱でね、誠のランキング今、2位とかなのかな？ええ、ESR ランキング。すごい高いっすね。そうですね、結構強いんで。それ、誠のランキング、誠のキャラ別の。PSR 結構高いんで。これ、外国の人じゃないですよね。これ、日本の方。ただ、家庭用勢が初参戦ってことですか。そうですね。あ、まあ、アーケードは見ないですか、この確か。北の方のプレイヤーだった気がする。そうですね、こういう情報がない人が大会出てくれるのはちょっと気になりますね。はい、まあ、どこまでやれるのかなっていう、あまり事前情報がないので、はい、ちょっとあまり語れませんけども、はい、次が、はい、電柱さんですね。で、これはもういいんで、いいんですか。この人はあのよく裏顔テレビ来るんで。あ、そうなんですか。はい、そうなんだ。これもパスでいいです。え、それいいんですか。それは いわゆる顔パスってやつですよね。電柱さんの解説を楽しみにしてるリスナーがいましたけど、全然情報がない。あえて解説しないっていう、解説しない、解説しないって解説だったんで。なるほど。まあまあまあ、どういうキャラクターの人か分かりましたね。あ、バング使ってる。あ、バング。昔はその動画勢だったらしくて、はいはい、その動きはやっぱその風林火山をガンガン狙ってったり、はいはい、もう D ボタン擦りまくるみたいな、
そういう感じの動きだったんですけど、はい、あの南宿に、まあ、いやそれなんかちょっと嫌ですね、南宿って南宿ってなんすか。南くんっていうプレイヤーがいまして、あ、はいはい、あのゲームすごい上手く、はい、でその人に結構教えてもらうようになったら化けた感じですか。結構化けて、へえ、じゃあ結構子さんの人も多いし新参の人もかなり、そうですね、ここはこのブロックは確かにそういう感じかな。なるほど、面白い。でリンさんはあのレディースのプレイヤーなんで、何使いですか。白面、白面、これこの人もあの横浜勢で渋いですね。渋いですね、確かに女の人で白面か、白面かわいいみたいな話になっちゃう。あの猟銃の人、あ、そうですね、猟銃の人、猟銃か、猟銃の人、猟銃の人、猟銃って猟銃の、あの免許持ってるんで。いいですか。舐めたこと言ったらもうこれよ。パンパンだから。二丁領事。パンパンっつって。煽って変わっちゃったりしたらやばいですよ。そうそうそう。ガラララララかもしんないから。そう、変な家ですけど、まずいっすよ、それ。しかもそれ、ILB バックとか言って。いやいや、それ大丈夫なんですか、それ。戻ってこないでほしい。領事。領事の免許持ってる女の子やばいよね。そう、やばいっすね。どこで取れるんですか、領事の免許なんて。わかんないけど。下手したらもう、腹ばいになってずっと狙ってかもしんないから。いいんですか、そんな、そんな紹介の仕方でいいんですか。そんな履歴書とかに書けますからね、猟銃の免許を持ってますみたいな。これどうしましょうかね、じゃあ行きますかね、次のグループに。結構レディースの大会勝ってるんで。あ、じゃあ実力も結構高い、でも結構強い方グループいいですね。来ましたね、これ全員ほとんど分かんないですよね。これ一番上はドラさんですね。あー、はい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 、あのかの有名なドラゴン、なんだこれ、ドラゴン支流、支流、ドラゴン支流、ドラゴン支流か。ここはどうしますか、ドラさんの話。ドラさんはね、まあ、バングで今一番強い。そうですね、一番強いですね、まあ、それは間違いないですね、まあ、プレイスタイルがかなりその勝ちにいってるんだけど見せるプレイがかなり多いんですよね。そうですね、これはあれですか、あの攻撃でコスプレしてた、ああしてました、バングの、ああ、あの人、あの人、もう3年連続壇上なのかな、3年連続、あ、大会強い人、へえ、だからかなり大会の勝負強さもかなりあって、なおかつその、うん、対策がすごい人だから、はいはいはい、見たことない本当にキャラ対するし、釘の投げ方に関してもそのミクシーの日記とか見たことあるけど、すごいこうずらーっと対策考えてあって、その結果いい釘がいいとか、この組み合わせはここが飼育がいいとかこいつは風林火山を つけるコンボを狙った方がいいとか、かなりバング使いの中でも理論派というか、まあ、知識がすごいなるほどなるほどタイプかな。このブロックはタオカカが多いんだ。ああ、じゃあぜひ注目したいところを。多いですマトイさんってあれ家庭用のあの伊沢マトイさんですよね。誰かなんかあのツイッターでカズノコには言われたくないなとか言われますけど、なんすか、すいません、誰ですかね誰ですか、ゆういちか、ゆういちか、え、まあ、アルマンさん言ってるね、アルマンさんガンガン楽しみにしてるからね、俺はアルマンさん、アルマンは、なるほど、アルマン、アルマンな、アルマン言い返してくるか、アルマン相談だけっすね、これ相談だけ、相談だけ味方がいるのか、この俺にって感じ。いやー、カズノコさんに今ならいけるっつってR1 に味方はいないからね、R1 言い切るね、だんだん変わるとこうなってくるからうんとか言って、じゃあ明日、明日じゃあ当日 R1 さんってやってくれよ。いや、絶対やんないけどね絶対 R1 とはやらないけどあんな踊られてね、ボコボコにされてね、煽られた日にはもう嫌いになっちゃうね、この人恥ずかしくサイド曲がっちゃう帰っちゃいました今どこまで行きましたっけ、マトイさんまで、ね、そうネズったのギルティーの人、そう、あのギルティーの人、なんかの大会動画で見た気がするんだ、これロボ会とか使ってる、あ、そうだ、結構ネタを考えてくるのがうまい、へぇ、ね、この人は何使ってるんですか、バングです。お、バングか、へぇ、一時その椿使ってたんですけど、はいはい、さすがに今回きついみたいな感じなんですかね。そうです、たぶん CS の頃は、あ、でも両方使ってたのかな、そのバングが強いって言われた時に、はい、まあ、バングと椿を使ってて、なるほどなるほど、じゃあ バングが強いっていう時って多分椿も強い時期ですか。いや、そんなことはない、椿はかなり弱かった時期、あ、弱いんだ、その次のバージョンで強かった、
なるほどなるほど。その時も結構でも椿で勝ってたんで。そんなにバージョン変わってるんですかこれ。4作目ですね。へ、細かい調整をかなり入れてくれてるみたいな。なるほどなるほど。そう、風林火山を、あ、そうですね、風林火山を一番、それなんか面白いな。風林火山なんかギャラリー行きそうですよね。来たーみたいなね、ちょっと出した瞬間にそのちょっと有利な状況で出して、はい、相手の起き上がりの直前に、はい、で裏と表に2択をかけるんですよ、はい、それが結構見えなくて、なで、なんかスカシゲタンとかもあったりして、スカシゲタンはそこからは使えないが、基本はその、まあ、前か後ろか、そうですね、前か後ろ、なるほど、コンボとかも相当かっこいいですよね、風林火山のコンボ、へー、マジかみたいな、あ、なんかどこまで繋がるの、あれですか、そのなんか仕掛けるじゃないですか、バングって、うん、矢印って釘を、釘、釘ですか、なんかあの、あ、そうですね、あります、あります、あのスピードは上がるやつみたいな、なんか、あー、設置釘、あ、設置釘って言うんですか、うん、ああいうのをうまく使ってコンボするんですか。あれはね、風林火山の時、まあ、使いつもあんのかな今。あったら多分使うんですけど、はい、多分、まあ、設置してなかったら全然いけるんで。そうなんだ、なるほど。対策で設置釘出したりとかする番組もいるから。へえ。あ、このキャラにはここに出しておくと、そう、このキャラにはここに出しておくと逃げやすいとか、タックをかけやすいとか。なるほどなるほど。番組使いの受けは多分全員ほとんど違うから、へ、そこはまあ見てても。ちょっと風林火山見たいな。ちょっとかっこいいですね。ネズさんはむしろ風林火山狙うスタイルの人だと思うから、あ、まあ、なるほど、まあ、ぜひ使ってほしいですけど僕は、ね、まあ、ここは期待して、そこも期待してみたいですね、はい、ええ、あとはウィスラーさんですかね。ウィスラーさんはね、タオカカ使いで、タオカカ使い多いですね、はい、バングタオカカみたいな、多分まあ名古屋とかあの辺の、はい、プレイヤーで、なんか噂によると、そのもう西の方は結構いろんなとこ遠征して、はい、いろんなプレイヤーとやったっていう、かなりやる気でってことですね。そうですね、プレイヤー情報結構詳しいんで。なるほど、じゃあ対策も結構進んでるかもしれないですよね。かもしれないですね。ちょっと楽しみですね。ここはどうなの、タオカカ対策かバング対策が大事ですかね。ここはそうですね、確かに、まあ、確かにそうだな。もタオカカ他にまだいます、これタオカカはこのキズギサウさんがレディスプレイヤーで、はい、これもこの人もタオカカです、そうですね、タオカカ3人いることになりますね。これやっぱ同キャラとかだとちょっとね、プライドのぶつかり合いがね。いや、タオカカの同キャラとかはどうなってるんですかね、あれあれ一生俺、まあ、どっちみたいな、なんなんでもない、どうなるんですかね、なりませんよね、なんかやっぱ強いところを押し付け合う、あ、確かに確かに、はい、そういう感じになりそう、感じになりそうだ、やっぱ同キャラって得意な場合が同じだからそう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 、もうこのキャラが有利な場合に入ると向こうも有利になってますみたいな、そうそうそう、あ、はいはいはい、だから仕掛けるか仕掛けないかの勝負になるっていう、そうそうですよね、位置の取り合いとか凄まじいことになりそうですね、タオカカ同キャラとか、うん、空中でいろんな動きができちゃうキャラだから、はいはいはい、すごいブロックだこれ、バング ×3 タオカカ ×3 白面なんだ、へこれはやばいっすねちょっとぜひ白面頑張ってほしいね。これかなりタオカカ対バングも相当動き激しいですもんね。そうですね。ちょっとこのグループはちょっと。じゃあもうなんかキャラ相性とかどうなんですかね。こういう、まあ、3キャラしかこのトーナメントにいないとなると、リーグか、このリーグにいないとなると、やっぱこの2キャラに相性が良ければいけるじゃないですか。確かにそういう考えもある。ただ白面はやっぱ強キャラなんですよね。強いですね。あ、強いんだ。一応白面のキャラ的には、ああ、まあ確かに似てる感じ、なんかすげえスローモーションになってるイメージが。まあでも一番面白そうなドラ対ネズですかね。そう、楽しみなんですよ。ドラ対ネズはバング対バングか。バングのお互い見せるプレーをする2人で。お互いもう開幕風鈴カタしましょうよ。食べないと、食べないと。一応4つそのためなきゃいけないんで。4発当て合いましょうよ、とりあえず最初。開幕交代で。交代で4発当て合って。フリーカタン発動してファイみたいなあ、ゲージ溜め終わったあたりもファイと、うん、終わったあたりもファイで、結構ドラ対ネズとかは結構見てみたいですね、注目ですね。うーん、あとはレディーさんが結構強いんですよね。そうですね、今日もかなり聞いたことありますし、ちょっと動き早い組み合わせのトッププレイヤー同士が、まあ、ぶつかるといった感じですね。なるほどなるほど。リースプレイヤーにも注目といった形で、はい、グループ E は終わりですかね。ていうかすごいですね、なんか全プレイヤー知ってますね俺ですか、うん、
意外と知ってますね。でも本当にやっぱり全プレイヤーすごい有名な人っていうか、ああ確かに確かに、名の知れてる人ばっかりみたいな。これ当日予選もあるんですか。はい、じゃ当日でまたいきなり強豪プレイヤーが来たりとか。確かに関東とかやっぱ人多いからやっぱりいっぱいそうですからね。あと数の子とかやっぱり、いやいや猫舌とかね、なんかね、ゴッツガーデンは前からそうなんですけど、結構当日でねとんでもないプレイヤーが来たりするんですよ。いやー、いやそうですね、でも確かに。だからちょっとね、当日の方が当日も和之子さんどうですか。そう、何とんでもないプレイヤーとして、だだだだだ、いや R1 と出会ってしまいますからね。その因縁の対決はまた注目なんじゃないですか。と出会ってしまいますからね。やり込んでないからな、見たいな、和之なんたら見たいな、やり込んでないからな、和之なんたらさん見たいな。和之なんたらでこのゲームやったことないからね。和之なんたらでこのゲーム井上さんですからね。井上なんたら見たいな。いやまあどうなんだろうね、起きれたらだよね、多分起きれたら。そう、ここで発表がありまして、はいはい、まあ、一通り、まあ、組み合わせ出たんで、はいはい、でやはりブレイブルーはちょっと、まあ、まだ知られてない部分があるんで、まあ、解説、うん、はいはい、を用意しまして、おお、でそちらの解説の方が、はい、張さんという、はい、あ、はい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 、張さん、張さんってあの、はいはい、攻撃、その辻川君と組んで、はい、攻撃優勝しました。おお、まさか、まさか、ね、そうですね、もう解説するにはうってつけみたいな、そうそう、知識結構あるんだよ。この間のクボッツガーデンも優勝した、アルカップでも有名な、アルカップでも有名、てかもう結構そのいろんなゲームやるんですよね。うん、あ、そうですね。それで必ずいい結果出しますから、ね。いろんなゲーム強いみたいな。そうですね。へで、多分まあ序盤は張さんと一緒に解説をやるのかな、俺が。ああ、はい、というか。ってことになるような気がします。神ちゃん解説が。はい。素晴らしいです。俺どっちかというと聞く側なんですけど。あ、そうです。でまあいろいろ。じゃあまあ実況とかでみたいな。あ、なるほどなるほど。でまあ一応その実況も一人いるんで。あ、はい。予選なんかはそっちの方に任してっていう。なるほどなるほど。感じです。いい布陣ですね。はい。これは。やっぱ実況とか解説だと盛り上がりますからね。そうです、ね。でもプレイヤーのなんかテンション上がるんですよね。やってて、やっぱ実況とかされてると、うん。オッズはしかもね、会場がねなんか一体感があるから、ね。あ、そう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 。あれがいいよね。すごい盛り上がってくれるから。ブレイブルーのね、どの辺で盛り上がるとかね、やっぱブレイブルー理解してから見てくれた方が。あの会場の雰囲気をなんかこう味わってほしいですよね。ぜひ来ていただいて。うん、今入場料がいくらでしたっけ？入場料が、2500円とドリンク代が500円。500円、はい、顔 TV を見たっていうと、私は顔 TV 見たって言えばまあ3000円入りますから。そのままね。なるほど、なるほど。大丈夫。特別価格。そう、特別価格3000円。3000円。うん、言わなくてもよろしくお願いします。はい、当日エントリーすると、はい、このグループに入るわけじゃないんですよね。このグループに入るんですか。まあ人数次第で。もしかしたら、まあ、多かったらグループ F みたいのが、なるほどなるほど。面白そうだな、確かに。ちょっとね、注目プレイヤーをね、語っていきましたけど、あとなんか招待選手が3人いるんですよね。はい。お。辻川さんと、エンさんと、はい、ぶっぱぎさん。ぶっぱさんの方がいいですね。ぶっぱ。なるほど。辻川さんってさっき言ったのか。さっき言った、CS のブレイブルーの闘技で優勝した。優勝した。はい、と、まあ、レンさんは、まあ、おなじみといえば、まあ、おなじみの、ね。おなじみの。まあ、おなじみの。はい。あのレンさん。あのね、あの、ダジマール。ダジマール。ダジマール。ダジマールプレイ。ダジマール人のレンさんが。で、ぶっぱぎゅうさんは、その、かきゅんさん。のところでやってる、その、なんつったらいいですかね、アキムさんの相方みたいな。相方みたいな。キャラクターとかは、今回はラグナ、ラグナです。プレイヤー性能は相当高いです。おぉ、そこに注目して、まあ、選ばれるぐらいだから、やっぱり、まあまあ、確かにね、そうですね、まあ、みんな見たいと思ってるわけだし、相当強い人だと思うんですけどもね。辻川さんのキャラは何ですかね、タオカカです。タオカカですか。なるほど。あの、闘技のタオカカを見た人だったら、ちょっと気になるんじゃないですかね。ここから戻ってきたのはちょっと嬉しいですけどね。あ、戻ってきたって、なんか一回誠行って、あ、なるほどなるほどなるほど、出たおかかっていう。かなりあの人のプレー動き早いですからね。
じゃあそのスピーディーな展開、スピーディーな展開なんだけど、なんか防御行動もすごい上手い人で、お防御でこういう難しいテクニックがあって、それを完璧にこなしたりとかする。なるほどなるほど。コンボで有名だったりするんだけど、防御面も実は防御面の方がすごい上手いとか、うん、ああすごい攻めるのに、そうすごい攻めるけどちゃんとカード、コンボなんかみんな注目してるけど、実際は防御のスキルがすげえ高くて、なるほどなるほど、その読み合いまでいかないとか、はいはいはい、読み合いにまでいかないこのコードを完璧にこなせれば、あなるほどなるほど、このバージョン、この状況はどうにかなるけど、はいはいはい、完璧に正確にこなす人だから、スト4の伊予さんみたいな、そうだね、そういう感じだね、こんな感じか。タオカガがまたなかなか触れないんだよね。触れないっすね。三段ジャンプと突進技で、あさってのこと、はい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 、はい、あれテイガーとかどうするんですか、あれどうするんですかね。ワンチャン当たったら多分一気にいけそうな、いけそうな気もしますけど、そうそうそう、ワンチャン系なのかな。頑張って電力ゲージ貯めて飛び道具打てるようにするか、こう上にこう 1.4 ミリでこう殴りに行ったりとか、奥感、そうとにかく磁力つけないとっていう。なるほどなるほど、かなりきつい。なるほどなるほど、じゃないかな。ティガーとかちょっと見たいな、やっぱり頑張ってほしいな、うん。あとは、レンさんはまあかなりファンタジスタ系のプレイヤーですねファンタジスタ系の、それはでも尊敬できるプレイヤーですね、うん、あ、尊敬できる、あれは R1 と違って見たことないんですよ、 R1 さんとは違って、あれはもう一人で踊ってるだけだけど、レンさんは一緒に踊りませんかみたいな、レンさんはそうシャルミダンスみたいな話ですよ、あれは一人で踊ってるだけだから言うねレンさんどっちかっていうと結構その読み合い を仕掛けに行って、で読み合いで返してくる相手には多分かなり強いんで、へー、なるほど、シンクロしたら、そう、読み合いの勝負になったらかなり強いっていう、へー、レンさんのプレーはかなりね目が離せないですね。そうですね、まあ勝っても負けてもまあ面白いことになるんじゃないかなと。なるほどうまい言い方しましたね、そうそうそう、レンさん、ね、今うまい言い方しました、ね、だじまってくれるんじゃないかなっていう、どこまでだじまるかなっていうだじまってくれればやばい。でブッパギューさんはあれですね、昔からギルティやってる人だったら多分みんな知ってるんですけど、なるほどなるほど、カイで一番強かった人かな、そのマチャボーが、う、ね、うん、マチャボーがやり始めた頃にちょっとやめ出しちゃったんですよね、ブッパーゲーさん、うん、あそうなん、ね、入れ替わりでっていう感じなんだけど、もうそれまでのやばいですよね、本当に、へ、立ち回りがすごい上手くて、なおかつその土壇場でも冷静で対処できたりできるから、はいはい、なるほどなるほど、でいろんなキャラも使えるんですよね、そう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 、いろんなキャラ使える、どのキャラ使っても強いみたいな、なるほどなるほど、だから本当に選ばれた3人は本当に文句のつけようがない3人かな、うん、まあ選ばれてなんか当然というか、まあ、当然っていうのは言い過ぎですけど、まあ、まあ、しかるべきと、まあ、まあおかしくないかなと、その3人だったら、うん、ちょっと楽しみですね、楽しみ、まあ、確かにこんなになんか強そうな人ばっかりいてるなら、まあ、全試合がだってもう名試合っていうか、まあ注目カードだよね、注目いきますからね、こんな感じですか。あ、まあ今日はまあ大体、あとまあこれぜひね、オラレ君とかあるんで、そう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 、オラレ君がありますんで、そう、まあいいプレーした人にはそう、ぜひ、そうそうそう、まあご褒美というか、あと負けたプレイヤーにね、ね、まあ元気出せよみたいなさ、まあ、もしくはなんか、そうそうそう、もしくはなんか煽り文句と一緒に、あ、そう、一緒にあのメッセージもつけれるんで、アルワさん、アルワさんもし負けたら、カズの子からなんか煽り文句と一緒に、いや煽り文句しかやんないけど、ね、テキーラー。え、あれで負けたの？くだらねえ。うぜえ。R1 勝ち上がってくれればね、みんな盛り上がるんじゃないかな。確かに、みんな煽れるし。うん。人知れず負けるのだけはやめてほしいね、R1 に。あ、これ、おごられくんって、そのシステムがあんまりよく分かってないんですけど、はいはい。あ、どうやって登録とか必要なんですよね。携帯で登録するか、当日の、端末。当日の端末、当日の会場に、はい、その専用の端末があるんで、あ、見てる人が、配信を見てる人がおごるとしたら、それ用の多分ページがおごられくんで検索すれば多分出てくる、まあ、パソコンとかで検索してなんか登録が必要みたいなのがなんかちょっと聞いたんですけど、関係ないかな、あ、登録関係ないですか、登録はいらない、登録はいらないような気がします、あ、おごる方が関係ない、まあ簡単にできるんで、なるほどなるほど、じゃあ、まあ、あれはウェブマネーとかでいけるんですかね、
でしたっけ、あれって。ペーパルですね。ペーパル、はい、ペーパル、ペーパルって何ですか。ペーパルは、ネット上でクレジットカードで簡単に決済ができるシステム。ああ、じゃあクレジットカードがあれば。そう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 。なるほどなるほど。ペーパルを登録クレジットカードでしてもらえれば、はい、そのままおごられくんで、なるほどなるほど、その参加者におごったりできるんで、はい、ちょっとぜひ、じゃあプレイヤーのねモチベにつながるからね。そうですよね。そうですね。鉄拳ゴツでしたっけ、あの時、ただ空がなぜか、それはスパホーの、スパホーの時だっけ、ゴツ4か、ゴツ4の時はなぜか、はい、スパホーと全く関係ないただ空が、おごられくんトップだった。ただ空、ただ空、ただと空っていう、はい、結構、はいはいはい、クレジーなやつがいるんですよ、はい、クレジーなやつ、クレジーな、それでぜひプレイヤーにやってほしいですけどね。プレイヤーに、いい試合でした、プレイヤーに、ぜひは。まあまあ、そういうのもまあ、ありですけどね。まあ、プレイヤー、まあ、そう。でも、あいつらは本当にこびないんで、はい。もういろんな、知らないやつでも誰でもディスる感じで。ディスるとか、まあ、ネタにする感じでね。はいはい、あいつらはね、本当、縛られない男たちだから。最近、ぶっ込むだけにはまって、なんか、それみたいなことしか言えないんですけど。まあ、ぜひ、なんか、応援してるプレイヤーとかがいたら、はい、まあ、大会始まって、駆けつけいっぱい、敵はどうみたいな。試合中今さちょっとね動き悪くなっちゃったりするんで、まあ終わったら、まあなんか今酔えば酔うほど強い人いるんじゃないですか、たまには。まあ R1 ぐらいだろうね。R1 ぐらいだろうね。酔っても酔ってなくても変わんないですからね。確かに確かに、確かにって俺知らないけどね。俺知らない人だけど、なんか確かにとか言っちゃった今。なんか感じですか、どうしますかね。今はなんだこれ、なんか用意してますね。何待ちですかね。ちなみになんかあれ、あ、できないのかね、カズノコとカミちゃんでとか。これなんかね、止まっちゃうんですよ。なんか、あ、止まっちゃうんだ。CD がね、そう。あー、なるほど。アークさんが悪いんじゃなくて、そう、ケースケ一派が、そう、まあ、ふんふんだみたいな。まあ、誰かわかんないんですけど、CD を大事に扱わないんですよ、ゲームを。あー。こんなことしないよね、普通だったら。確かにね、ゲーマーとしてあるまじき。もうスパホとかも本当に丁寧に扱ってるからね。いや、本当に本当にもう。本当に1日1回研磨してね、もう。パーティーを結構やってるんですか。全然。やはり開けるぜ。いや、僕よ、一応持ってるんですけど、多分僕より僕ん家に来る他の人の方がやってます。ああへえ。パーティーはあんまやってないもんね。そう。いやでもやっぱりやり、なんかやり、なんかね、やっぱアーケードとかやると帰ったらちょっとやりたいなと思うんですけど、なんか帰ったらやってないですよね。もう寝ようみたいな。まあ寝ようとか他のことしようみたいな。そう、なんか他のことやっちゃいますよね。はい、稲葉さんが今、保土ヶ谷あたりだということで、はいはいはい、まあそうなん、時間的にちょっと明日の用意が結構急急なので、そろそろ時間を区切らないといかんかなというところなんですけど、今何時、はい、何時ぐらいなんだろう、はい、あれはまだでも12時半か。明日相当準備大変そうですからね。まあ確かにゴッツ相当機材とか多いですからね。これはあ、それですね。来ました来ました。これは、これも、前回のそのプレゼントの応募の、当選結果は、これは次週かな。プレゼントあったんですか？次週になりますね。次週ですか？はい。何ですか前回のプレゼント。引き伸ばしますね。ブレイブルーの、マイクロファイバータオル。マイクロファイバータオルとか、そのなんか、はい、ノエルじゃないのか。なんか一緒に抱き枕的な感じかなと思って。ラグナーはいらないな。見えますかね。何すかそれ。ヨーヨー。ちょ、当選者の発表次週になりますかね。はい。はい。ヨーヨー。このギルティギアのブリジットヨーヨー。ブリジットヨーヨーとかね。おお。これギルティか。いや欲しいですね。欲しいな。これぜひブリジット使いの方に。このギルティギアブレブル、あ、ブレブルじゃない。ギルティギア。ブリジットヨーヨーは相当レアっぽいですよ、これは。あ、そうなんですか。うん、ループザループヨーヨーできますよ、ループザループ。ループザループって何？なんか、なんか、ああ、そんなん。技ありましたよね。あ、そういう技名なの？ループザループって。なんか、普通にあるらしいですよ、ヨーヨー。ユーギくんがやってました、ユーギくんが。ユーギくん。ユーギくんが。ユーギくんがループザループを不良にやると、不良がすげえとか言う。懐かしいやつだな、それ。なんだこの世界。一巻とかでしょ、それ。まだ方向性変わる前のやつでしょ、方向性が変わる。ヨーヨー見て、すげえとか言わないでしょ、普通。一応、次週発表ということで、もうちょっと延長しようかな。
当選、あの、応募。あ、いいんですか、でもそんな応募。もうサービスですよ、そこは。明日ブレイブルゴッツなんで、はい、シャープゴッツガーデンのハッシュタグをつけて、はい、ブレイブルゴッツガーデン、応援してます的ななんか内容の文章を書いてツイートしてくれた方も抽選対象に含めます。はい、また一番、はい、あれですか、 BB ゴッツ応援してますと。はい、ハグ最高、自分添えて、一番情熱のあった人に、はい、情熱があった人ブレイブルゴッツ、ブレイブルゴッツのことを書いてください。当選者は、次週の配信中に、選びます。はい、はい、見逃せないですね、次回の配信。そういえばあれどうだったんですか、あの NVIDIA の、はい、あの配信のプレゼント、あれは前回決まりましたね。あ、決まった、絶対絶命さんって人だったかな。それなんか、あれなんか一番面白かった人にあげますことじゃないですか。はい、そう。一番面白かった、ね。一番面白かったですね。それちょっと知りたかった。それ知りたかったんですけど、それ。パチさんが選んだんで。ああ、そうだ、一番面白かったですよ。それは。まあ、そりゃそうですよね。それはどっかで公開されてるんですか。これは前回の放送の録画で。あ、なるほど。それを見れば、分かりますよと。分かりました。絶対恥ずかしい内容なんで。はい。やめてって書いてありますけど。感じですかね。そうですね、はい、あれ明日早いですからね。そう、明日早いので、ちょっと横丁さん明日は、そうですね、明日早いですね。明日早い感じ、はい、朝、あ、やっぱ明日ゴッツ行きたいから。そうだよね、そう僕来てーなー、寝とかないと。来てーなーですよね。来てーなー、あ、悪のゲーム最高だから来てーなー。もしかしたらね、明日スペシャルゲストが、まあ、ゴッツ会場からトパンガーリーグとか、うん、その話はまずくない。なんかいや別にまずくはない。まずくないですか。はい、まずくはないですよ。こっちの方が大事だからな、やっぱ。はい、今聞きました、ね、聞きました皆さん。やっぱゴッツの方が大事だからね。俺見たよさっきこれ。何だよ。これ見たぞ、食い。あの PV ちょっとね、全体的にちょっと寒気したんだけど。大丈夫あれ。難しいんですよああいうのは本当に。食いはちょっと恥ずかしいんですよあれは。こっちの方が良かったかもね。いやあれだってゲーセンだから、だって通行人とか普通にいるんですよ。早く終わらせたいに決まってるこれだろこれとか必死に説得しましたよ。もうこれでいいだろこれで。もうなんかあの時戸とか孫の部分もなんかすごいなんか映像起こっちゃっててなんか。あれかっこよかったですよね。あれちょっと寒気したんだけど、孫はもうこれやるだろうなと思った、まあ、確かに、うん、孫はさ、この指でこんなやっててさ、それでなんか、うん、時戸はさ、カメラに向かってガーッとかカメラつかみ出してなんか映画のスナッチっていうののなんか映像にそっくりで、はい、うわーと思って、みんな真剣に考えてましたからね、あんなんですけど、まあ、真剣に考えてやばい、真剣に考えてこれでよくねえかとか思って、時戸もあれかっこよすぎるだろうね。いやある意味ボンちゃんが一番かっこいいと思うんですけどボンちゃんなんかあのプルプルしてる、一番祈ってる、あれちょっとツボきましたね、あれ真面目に考えてましたからね、本当に。いやあれ映像良かったですね。まあね、そっちの方も頑張っていただいて、はい、ね、確かにブレイブルゴッツの方にも顔を出していただいて、まあそうですね、ね、いや楽しみだなブレイブルのゴッツって何時から何時までやってるんですかね。4時開始だよね、午後夕方の4時開始の、まあ、4時半ぐらいですね。まあちょっと、はい、あの4時ぐらい開始ということで、はい、終わりっていつぐらいなんですかね。終わるのはまあやっぱ深夜になりますかね。一応まあ5時にはまあ閉める、まあ、まあ、オールナイトイベントという感じになるな、はい、で結構長くやってるんで、そうですね、長いですね、うん、まあ、レイブルーゼにも味わってほしいですね、はい、盛り上がりを。確かに、まあ、ちょっとあの新しい箱なんで、あのいろいろ、まあ、不手際もあるかもしれませんが、はい、はい、皆さん会場に来て楽しみましょうということで、はい、やっぱ会場来てほしいですね、はい、やっぱ配信も見てほしいですけど、そうですね、明日は絶対会場の方が面白いんで、そう、あとね、やっぱ酒飲みながら人の試合を見るっていう、この楽しさ、結構ね、あの普段あまりないからね、そういう環境が、うん、そうですね、ゲーセンとかだとなかなかできないし、ね、そう、人のやってるのをこう酒飲みながらっていうのは結構いいですね、それすごい面白いですよね、まあ、知り合いってことはやっぱ来て、一緒に来て、その話しながら、その試合見ながらっていうのが超面白いですよね。そう、まあ、あとはね、特別ゲストももしかしたら来るかもしれないっていうお話は伺ってるんで、あ、も
しかしたら、ね、まあ、来ないかもしれないですけど、はいはい、いやウォッチの方もね、あの会場楽しめるというか、はい、まあ、なんだったら俺に話しかけてくれれば、うん、それは全然あの、そうですね、話せますんで、はい、神ちゃんがその辺忙しくなければ、ね、まあ、ぜひ話してみたいとかいう方がいれば、はい、そうですね、神ちゃんに、はい、まあ、レンさんだったらあのサインくれてたらもう喜んで、もう喜んで、サインさんは。サインあるんすかね。そう、練習したらしいんで。練習したマジっすか。結構考えたっていう話を聞いたんで。陣の絵とか描いちゃうんじゃないですか、もう。え、もっとなんか、凝ったやつ考えたの？昔考えた。昔考えた。昔考えた。ペイペイレンの頃の？ちょっと前、いや、ちょっと前に考えたみたいなのを言ってた気がするんですよね。昔ね、だって、あいつサイン会とかやってたんでしょ？マジっすか、それ。あの、シャロンの頃に。バーチャロンの、バーチャロンの超超有名人だから。あ、そうなんすか。ザマの英雄って言われるカリスマですからね。ちょっと規模が狭いですけどね。ザマっていうね、うん、普通に考えたらザマ氏のバーチャロンって大会とかあったんですね。本人いないまでいいのかな。本人いない。ワンとかですかね。もうその頃の多分サインを引き継いでんのかな、また練習して怒られんじゃないですか、これ、レンさんにこれ、はい、冷静に考えたらやっぱ規模が狭いなと思うんですけどね。ザマっていやいや、ザマいっぱい住んでますよ、やっぱ神奈川県ザマ市。そうですね。そう、狭っ。いやいや、そうそう、こういう派手は絶対あるんで、ザマ知らんわみたいな、まあ、神奈川の新宿みたいなもんですよ、だから、ね、サイン会の画像があるとか。サイン会の画像が。マジで、本人いないってか、やめましょう、本人いない。コメント欄に貼られてるから、あの本人がいないから、あのあんま皆さん見ない。あ、本人、ね、見たいな、本人見たいな、それ。本人いないだから、この話はまずいです、ね。いや、見たいな、貼ってほしいな。ビデオが高額取引されてるらしいよ、あの、レンの、その、プレイ映像の。あ、バーチャロンの。俺、でも見てみたいな、バーチャロン。考えすぎっすよ、考えすぎ。怖いな。バーチャロン、ステージ3が超難しくて。最初ずいな、これ、これ明日、はい、レンさん、これ、知らなかった、大丈夫でしたよ。井上君、耳赤くなってんもん、今の話した。なんでそんな耳赤くなってんの？耳真っ赤になってっから。いや、ちょっと、ちょっとこれ、面白い。嫌なせいだ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 。俺、明日レンさんが機嫌悪かったら嫌だろ。そんな注目のレンも、明日来るというね。はい、じゃあ、もうぜひ、ね、ぜひバーチャロン勢も。はい、まあ、バーチャロン勢 も、サインもらえますから、やっぱ並ばなくてもサインもらえるみたいな。当時の、ね、ファンがいっぱい来ると思うから。そうですね。来ないでしょ、バーチャロン。来ないでしょって失礼だろ。失礼だろ、それは。来るかもしんないじゃん。これもボット言うかもしんない。いや、来ないでしょとか。数の子ボットが。いや、来たらやばいな。来たらやばい。これを機にね。もうそのぐらいかな、ゴッツ6はバーチャルかもしれない。今回はまあ1回目なんで、ブレブルは、まあ、気楽な感じで遊びに来てくださいっていう感じですね。はい、こちらパワー的には今もう楽しい感じでいきましょう、はい、でこれ勝つと全国大会のチケットも、ね、あ、そうですね、それもおー見せることができるんで、ブルレボ、ブルレボでもプレイヤーは本当にそれ取りに来てるかもしれないし、そうですね、うん、かなりね、もう熱い戦いですよ、熱い戦いが、はい、そういう感じで今日はそんな感じでちょっと短いバージョンでしたけども、はい、明日はよろしくお願いします。はい、短いバージョンって言ったら多分3時間ぐらいやってますよ、これ。やってないですか。1時間半しか時間半、あれ気のせいだったの。そう、はい、集中しすぎちゃってね、明日のためにね、早めに寝といてね、はい、まあ、確かにね。さあ明日お疲れ様でした。お疲れ様です。じゃあお疲れ様です。これやんなきゃダメですか、これ。これやんなきゃダメ。あれ失敗してますよ。あ、もしかしたらね、俺があのレッツノートで外配信するかもしれない、これから会場の様子を。ああ、それ面白いですね。これから、これからじゃない、これからじゃない、明日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 、うん、会場気になるな。はい、といった感じで、誰かストフォーゼ行かないかな、一緒に見に行きたいっていうのがある。じゃあね、小石田さんと一緒に見に行きたい方、ストフォーゼで右のボリュームを下げて、はい、